まだ死にたくない。昇級、医療用機構であの子に注射を早く。わかりました。前線の状況はどうなっていますか？ホリジンの銃艦が宝庫に上陸した。ここもじきに落とされるだろう。月魚将軍は、彼女は今どこに？僕は彼女の意志です。彼女のそばにいなければ。将軍からは伝言を預かっている。自分は関雲橋を守らなければならないから、もう戻らないだそうだ。彼女はこの子を助けろと言っていた。この子は私たちを連れ戻すために狂ったように戦っていたんだ。あんな恐ろしい戦い方は見たことがない。体が膨らんだようだった。まるで血圧が低すぎる。昇級、聞こえてる？聞こえています。超知さんを用意してください。すぐに施術を始めます。僕が彼女を救ってみせる。それが俺の秘密を探る理由か？聞こえているか、昇級？ええ、はっきりと聞こえています。30年前、先週宝庫の大戦で奴は貴様らを救った。だが今はの際に己の体に堀の血が流れていることに気がついた。モードゥが言うには、奴は食月領軍の先祖だったそうだ。俺と同じ集落の出身とは、なんと奇妙な因果だろうな。なるほど。それなら奴が見せた力と残忍さにも納得がいく。あれは堀の血のおかげだったのですね。ああ、雑種、忌まわしき雑種将軍め。その後奴はその血による恩恵で堀人を滅ぶ寸前まで追いやった。月狂い、狼の祝福、狐の呪い、堀人にとって戦いの中で月狂いに体を引き裂かれ重化することは至上の喜びだ。しかし自己治癒力の低い古族にとってそれは死を意味する。胸に込み上げる燃えるような怒りとともに、その古族の将軍は見境なく戦い続け、耐えきれない強大な力によって大きな傷を負い、いずれは怪物として死ぬことになるだろう。そして命の恩人に報いるため、貴様は全てを賭してこの解けない謎に挑むつもりのようだ。フーレイ、医師にとって最も悲しいことは何だか知っていますか？死にゆく命を救うため僕は己の人生を費やしてきました。疲れ果てて座り込んでしまうこともありましたが、震える両手を見るたびに、やってきたこと全てに意味があると思えたのです。しかし彼らは再び戦場に向かった。次に届いたのは死の知らせでした。堀の層下の下で墜落した聖者の炎の中で、低級の荒野の中で彼らは死んでいった。学習しない愚か者のように、僕は死というかなえから生命という名の魚をすくい上げている。しかし何度繰り返してもその魚はもがきながら
また煮えたぎる湯の中に飛び込んでしまうのです。何度も自分に問いかけました。なぜ彼らは命を拾った後に再び死地に戻るのか。どうして命を大切にできないのか。僕に残されたのは戸惑いと虚しさだけ。貴様から骨の髄まで染みた絶望の匂いがするぞ。ですが最後に、別れにも価値はあると理解することができました。その死は今日の礎となり、僕たちに力を与えてくれている。彼らは己の死をもって多くのものを取り返してくれたのです。だから僕はお前のそばを離れない。風霊の死という結果を見届けるまで。お前の死にも価値はある。それは炎武天霊の安全と飛翔の病の完治を意味する。